そうっすね。まあ、みんな相変わらずで安心したり、やっぱり友達とか、こう、同じ好きなものを持った人と、こう、直接会って話せるっていうのは、すごい自分にとっては、やっぱり好きだなと思ったし、まあなんか、オンライン授業とかそういうのも増えてくるって言うけど、まあ自分はやっぱり人と会うのがすごい、こう、特別な時間だなっていうのは改めて思いました。自分はやっぱりサッカーはすごい大事だと思うし、まあそれをやっぱりいろんな人にも、サッカーってすごい大事だなって、改めて思ってほしいっていう気持ちもすごい感じたんで、自分たち含めて、まあ、J リーグももっとこのエンターテインメントっていう部分で変わっていかなきゃいけないし、こうもっと面白いリーグになっていかなきゃいけないなっていうのはすごい感じたので、集客ができるようになったとしても、多少減ってくると思うし、まあ、その中でもう一回サッカーの価値っていうのを自分たちが証明していかなきゃいけないと思うので、そこのなんか責任感というか使命感っていうのはすごい感じてます。いや、まあ、試合が始まって、もちろん応援に来てくれる人もいれば、まあ、なかなか行けなかったりとか、もしかしたら行かなくなってしまう人もいると思う中で、私が面白いサッカーとか、足を運びたくなるような、試合をやることが、お客さんがまた戻ってくることにつながると思うので、それぐらい自分たちは気合が入ってるし、もっともっと面白い試合とかリーグにしたいと思っているので、期待しててください。